福岡市早良区の老人ホーム。入居者の多くは介護の必要性が高い高齢者です。ババさん、はい、こんにちは。こんにちは。お邪魔していいですか？どうぞ。お邪魔します。南郷の野村です。はい、こんにちは。こんにちは。 ありがとうございます。お名前はなかなか覚えない。いいんですよ、はい、ババさんですね。はい、去年入居した馬場紀美子さん90歳。 2,3 年前から認知症の症状が進行し、家族とも意思の疎通が難しい場面が増えていました。ちょっとね、近くを通ったので会いに来ました。あ、そうですか。そうです。今日は笑顔で良かったです。ということはいつもしかめっ面するんだ。全然違います。いつもいい笑顔です。いつもと同じです。冗談も交えながら楽しそうに会話をしています。一見普通に接しているようにも見えますが、ここまでですでにユマニチュードが実践されているのです。フランス発祥のユマニチュードは、見る、話す、触れる、立つの4つを柱とした相手の心に寄り添うケア技法です。大事なのは、あなたのことを大切に思っていますと伝えること。ユマニチュードは入り口が大切だと思っていて、ケアをしに行くのではなく、あなたに会いに来たんですよっていうことをまずは伝えることから始めるようにしています。改めて行動を見てみると、しっかりノック、そして入室前にマスクを外しました。こちらの表情を伝えるためです。そのまま相手に正面からゆっくり近づき、同じ目線、同じ高さで体に優しく触れながら、穏やかな言葉で接しています。信頼関係を結ぶっていうのが一番大切なことで、嫌なことをしない、無理なことをしない、楽しい時間を作る。遠回りのようで実は近道だったっていうことが多いのかなと思ってます。やっぱ認知症の方の対応って時折ね、こちらの心が折れたりすることもあったんですけど、ユマニチュード取り込むことによって職員の方の気持ちもかなり楽になりましたね。穏やかな表情に入居者様の方がなることが多くなってきました。はい、認知症の行動・心理症状の改善や介護負担の軽減が期待されるユマニチュード。認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指そうと福岡市が推進しています。ユマニチュードをはじめ、認知症に関するさまざまな情報とかを発信する拠点になっております。去年オープンしたこちらの施設では、認知症の当事者やその家族をはじめ、さまざまな方にユマニチュードの講習などを行っています。平易な形でですね、子どもからお年寄りまで分かるように、どなたでも身につけて関われるような技術として紹介しております。日本は少子高齢社会になっていきますので、認知症の方も多い社会というふうに位置づけられていきますので、そうなった時になったら終わりではなくて、なっても大丈夫な社会をみんなで作っていくっていうのはとても大事なんじゃないかなというふうに思います。見て、この日娘さんから昔の写真が届けられた馬場さん。これ最近ですよ。今も変わらず、ね、今も変わらず、ね、お綺麗です。とんでもございます。ね、とんでもございます。美人さんですね。娘ですよ、うん、美人さん。どの娘だろうか。娘って言っても本当何人もいるみたい。、ね、ほら見て、ババ様いる。本当赤い服、うん、よかった。今のが一番いい笑顔ですよ、ババさん。いや素敵。笑ってる方がいいです。2人ともに笑顔があふれます。
ユマニチュードを始めてからの信頼関係っていうか、こう深くなるっていう感じがしていて、距離感がぐっと縮まる。ここの2人の間に、私の表現で悪いんですけど、あのドームができる感じがするんですよね。より愛着を持って接するっていうことになる、うん、大好きだなと思います。やっぱりこうどうやって愛情を大切にしてるんだよっていうのを認知症の方に届けるか、はい、それすごく分かりやすく表現されてるなと思いますし、届け方ですよ ね、 で、 すね。でも石井さん、こう家族だからこそ寄り添うのが難しかったりもするじゃないですか。そうですね、大切に思うっていう気持ちはあるんだけれども、うん、だからその当事者と向かった時に戸惑いもきっとあると思うんです ね、 ね、うん、でもこういうユマニチュードみたいな技法を知ることで、はい、やっぱり自分の思ってるものがやっぱり伝わりやすくなるですね、でね、うん、素敵なことだなと思います、はい、KBC ではユマニチュードに関するミニ番組をテレビでは毎週水曜日の夜8時54分から、ラジオでは毎週金曜日の午前10時39分から放送中です。詳しいユマニチュードのやり方なども解説されていますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい。